皆さんおはようございます。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ですね、3月の朝ですね、こちらは45番の畑にですね、現在、ひまわりの作付けを行っているところです。先日もですね、こちら、ひまわりの作付けを、お届けしたと思うんですが、その時はですね、スラリーを巻いて、耕す機械を、使って、畑を耕した後に、同じように作付けを行った場合にどうなるかというのをお届けしたんですが、ちょっと一回降りましょうかね。はい、こちらの機械が、スラリーを、巻きながら畑を耕すことができるという、そういう農機具ですね。これがスラリータンクになります。で、後ろのやつが、それを散布する散布機畑を耕す、なんでしょうね、カルティベーターっぽい感じですかね。で、これをですね、以前、かけた後に同じようにひまわりの作付けを行ったんですが、肥料の散布済みのパーセンテージが、50% 以上には上がらなかったんですね。要は失敗に終わったんですけど、私のこの試みが。ただ今回はですね、今3月なんですが、こちらのスラリータンクを使って、何ヶ月前かな、ちょっと前ですね、2ヶ月ぐらい前に1回、耕してスラリーを撒いておいて、で、今月3月に今、ひまわりの作付けをやってるということなんですが、で、今ひまわりの作付けは、トラクターの前に肥料のアタッチメントつけてるので、一応それで、肥料が2回撒けるということで、前回はそれが1回しか、反映されなかったんですが、今回は見てください。右下の畑の情報の方ですね。肥料散布済みが 100% ということで、2回分カウントされてます。ということは、おそらくやっぱり期間を少し空けないといけないということなんではないかと思います。なので、この畑は、このやり方で、やっていこうかなと。そんなに畑自体も広くないので、スラリーの有効利用にもできますし、畑耕す手間もですね、スラリー巻くのと一緒にできるということで、非常に便利かなと思っておりますので、畑の状況は今、収穫量ボーナスが 98% なので、ローラーが必要ですよということで、おそらくね、これローラーをかけると 100% になるんじゃないかなと思います。というところで、今回は、うまくいったということですね。はい、こちらですね、14番の畑に飛んできました。こちらの畑にはですね、今ポプラーが育ってるんですけども、先日ポプラーの収穫を行ったシーンはお届けしたと思うんですが、その後、ちょっと月日が、経ってですね、今現状こんな感じになってます。で、実はですね、これポプラーの方は、この今ポプラが生えてるところなんですけども、私何もしてないんですよ、収穫した後で。この左側、今これ生えてなくて切り株が残ってるところ、ここはねシュレッダーがけをしたんですよ。で、この今草が生えてるところですね、雑草が生えてるところは、もともとポプラ育ててたんですが、ちょっと事故があって、綿ですね、綿の作付けがなぜか行われてまして、で、綿収穫して、そのままですね、で、そのままのところに、ほったらかしにしてたら雑草が生えてきてるという、そういう状況です。で、何が言いたいかというと、ポプラなんですけどね、これ何もしないでもまた生えてくるんですね。
だからね、おそらく、一回作付けをしてしまえば、まあ、収穫後また生えてくるので、まあ、ほったらかしでもずっと、また収穫ができるのではないかというふうにちょっと思ってるんですけども、まあ、サトウキビのような感じなんでしょうかね。ただ説明文の方にはね、あのサトウキビは結構丁寧に説明書きがあるんですが、ポプラはですね、その辺あんまり説明がなかったように思うんですけども、まあでも結果的にこのような感じになってますので、まあそうですね、これ横の部分はちょっとまた、カルティベーター当てて、ちょっと畑耕して、この石を拾って、でもう一回そのポプラの作付けを行って、で前回はですね、そのポプラの作付けした時にせっかく石拾ったんですが、またね石が出てきたんですよね。この憎き石をなんとかならないのかっていうことなんですが、多分もう作付けした後に石が出てきた場合はもうどうしようもないんじゃないかなと思って、だからねちょっとポプラの栽培はどう、まあ一旦もうしないかもしれませんね。これまあせっかく生えてきてるんで、これは収穫はすると思うんですが、っていうそんな感じですね。もう一回だから作付けをしてみて、石が出てくるか出てこないか、その辺を見て出てきたらもうやめようかなと思います。ちょっとね機械が傷むみたいなことを書いてあったんで、あんまりよろしくないかなと思いますので、まあこれが今ポプラの状況ですね。はい、それをちょっとお届けしました。はい、そしたらですね、今9番のぶどう畑に飛んできました。こちらの方にはですね、まあぶどうの方を、まあ、少しだけ綿の畑のちょっとしたスペースに今栽培してまして、まあこの実験栽培がうまくいけばもうちょっと、まあ、広げていこうかなという感じで今いるんですが、今画面の方見ていただくと、まあ、ツルの葉っぱがですね、ちょっと枯れた状態ですね、になってますので、今日はですね、これちょっと剪定作業をちょっとやっていこうかなと思います。で、前回はですね、剪定をですね、まあ、1個だけつけて、やったんですが、今回は2個つけてちょっとやろうかなと思いまして、実はね、これ剪定機を1つまた購入してます。でね、これ前と後ろにつけることができるんですよ。でこれをまあ両方につけて1回行けば、まあこれ2箇所ですねできるんじゃないかという、まあそういうちょっとしたまあ、時短作業ですね、ちょっとできないかなということで、ちょっと一回やってみようかなということですね。そしたら剪定機を展開で、スイッチを入れる、今度前ですね、スイッチを、剪定機スイッチを入れる、でこれで一応両方回り始めた状況ですかね。これ高さが違うような気がする。こうやんだ、はい、これで合いました。じゃあちょっと行ってみましょうか。どうなんだろうね、これはこれでいける。あー、まあいけないことはないか。いやこれ難しいな。でもどうなんだ、トラクターがね結構揺れるんですよね。だからこうちょっとしたことでハンドル取られるんで、微調整がねなかなかうまくいかないんですよ。あ、でも今のところうまくいってるか。
まあ、これだと1回で2列できるんですね。まあ難しいっちゃ難しいな、これこれちょうどですね、なんかこのブドウの列の中央を走るとこの剪定機がですね自動で伸び縮みしてくれるんですよ。だからちょっとやっちゃった。ある程度真ん中を走れば自動でやってくれるっぽいなという感じですかね。でもやっぱこの最初が難しいですね。ちょっとこう軌道に乗ればある程度走ってくれるんですけど、最初ですね、最初。でも何とかやらいけてますかね。どうなんですか。一応でもなんかいけそうな感じですね。これで1回は終わりですね。で、これもう一回行きましょうか。真ん中を走れば、ダメだ。最初が肝心ですよね。とちょっと畑余ってるんで、でまあ最悪綿の畑をちょっと削ってもいいかなと思ってますけど、まあ最終目的のね、あのシリアル製造までやっていきたいなと思って、まあブドウだけですよね。ブドウのその量が。今度トウモロコシもちょっと大々的に栽培しようかなと思って畑買ったんで、ちょっと残っちゃいましたね。なんだこれ、1個ずつやった方が早いのかな。これでもうまく慣れてくればこれはこれでありですね。なんかこう機械を2つつけてスピードが落ちてしまうとかっていうのはありますけど、これはでもそんなに多分落ちてないんじゃないかなと思います。これはもう慣れるしかないですね、これね。はい、お疲れ様でした。ブドウ工場、私の車両基地に使わせてもらってるんです。はい、これで剪定作業終了ですね。枯れた葉っぱとかが全部なくなりましたので、これで新しい芽が出てきて、で、また房がついてくるんじゃないかなと思います。はい、そしたらですね、こちら、剪定作業が終了しましたので、ちょっと先ほどお話しした、この
ブドウの、まあ、これなんですかね、つる株株ですかね。まあ、株をちょっと、もう一列二列、ちょっと立て、ちょっと作ろうかなと思います。いつものように、まあ、建築ですね。建築のところから、どこだっけ、生産かな。で、果樹園。で、ブドウですね。はい、ブドウのつるです。すみません。ブドウのつるです。で、今、植えてる長さありますよね。この長さよりも、もうちょっと長くしても、大丈夫です。もうちょっと長くしたいぐらいですね。だから、もうちょっと長くしたい。畑がまだあるので、この辺ぐらいまで行きましょうかね。もっとあるな。あんまり長くしたもあれか。いや、でも大丈夫だ。これぐらい行きましょうか。で、もう一個が、あれさっきどっち側から始めたっけ？まあいいか。結構長いな。これでいいかな。はい。まあこの辺でいっときましょうかね。まだちょっとこっち側あるんで、これを綿の収穫が終わった後、もう少しこの辺畑をちょっとなくして、ブドウ来年あたりちょっとまたブドウのこの、ツルをですね、増やしておきたいと思います。あ、これちょっと残ってますね。まあもうこれぐらいは多めに見ましょう。うん、まあいいでしょう。そしたらば、あとは、ブドウの方は、肥料散布済みが 50% になってるので、あと一回肥料撒かないといけないのか。もう撒いちゃいますか、今。これ一回外さないと。この辺に外して、以前もちょっとね、肥料散布はご覧いただいてると思うんですが、ちょっともう一回行きましょうかね。まあ、肥料散布はこのつるとつるの間を走れば大丈夫だったと思います。今これ、こっち側はなんかあんまり少ねえな。33、こっちが50ですね。あれ、こっち 40% とかしかないのか。ちょっと一回やってみましょうかね。はい、じゃあ走っていきましょうか。これ、ツルがつかないとダメなのかな。ちょっと一回置きましょう。まあ、ちょっとでもさっきの、肥料が、散布済みが増えてれば、いいんですが、どうですかね。あ、増えてますね。増えてますね。73になってる。こっち側が90、80。あ、すき込みが必要ですか、もうね。すき込みはもうやったんですけどね。あ、でも 80% 増えてますね。あ、十分です。ということは、別に、葉っぱというかつるから、まあ葉っぱか、葉っぱがこうついてつるが伸びる前でも大丈夫っていうことかな。はい、そしたらちょっと肥料散布やっていきたいと思いますので、ちょっと早送りでお送りしたいと思います。
はい、そしたらですね、今、ブドウの肥料散布を行っているところですが、一旦ここで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。でちょっと畑の様子をちょっと見てみましょうか。はい、こちら左右と肥料散布が 100% ですね。で、収穫量ボーナスも 90% 超えで、まあまあいい出来ですね。で、先ほど植えたこの列ですが、こっちも肥料散布65とか77とか、この辺97とか、これね、こっちに肥料を撒いたのがこっちまで飛んできてるんですよね、おそらく。だからもうこっちの方は肥料撒かなくていいかなという、まあそういう感じですね。はい、そしたらもうブドウの方は一旦今年はこれで、お世話は終わりかな。またちょっと草が生えてくるかもしれないんで、まあその辺はね、またちょっと見て、もし生えてきたらマルチ上がけはまた行っておきたいと思います。はい、今ですね、こちら牛舎の方に飛んできました。こちらの牛舎は、アンガスと、リムジンの、まあ、食肉牛の方を、飼育しているところですね。で牛さんの、ちょっと状況をですね確認するんですが、今合計が30頭ですね。で、もともと5頭5頭ですね。アンガス5頭、リムジン5頭からスタートしてますので、まあ、お互い10頭ずつぐらい増えてるんですかね。で、合計30頭ということです。で、今、売却価格の方が、まあ、おそらくこれが一番最初に買ったやつだと思うんですが、3125ユーロということで、今、買い始めてっていうか、これ生まれてからかな？まあ、45ヶ月間。ですね。で、ちょっとね、価格の推移を 見守ってたんですが、ですね、今、ちょっとね、加工しだしてますね、これ。で、38ヶ月ぐらいの時が3416ユーロだったんですね。だから、多分もう38ヶ月の時点でピークは過ぎてたんじゃないかなと。でね、ちょっとピークの値段が、ちょっとわからないんですけど、ちょっとね、見逃してまして、おそらく3500ぐらいだと思うんですね。で、ピークがおそらく30ヶ月から35ヶ月ぐらいではないかと思います。で、これ新しく生まれたやつが今17ヶ月のアンガスがいるので、これをちょっとチェックしていこうかなと今後。で、もうこの一番古いやつはもう値段がどんどん下がってまして、今3125なので、多分また3000ぐらいまで下がるんじゃないかなと思います。で、また乳牛と同じように、ある一定の水準まで下がると、もうそこからは下がらないということではないのかなと。で、今これはもう繁殖が今目的でやってるので、まあ、とりあえずもうそれは一旦無視をしまして、増えるようにだけちょっと、まあ、見守る感じですね。まだ一回も売却してないので、この食肉牛についてはですね。だからまあ、とりあえず、80頭かな？この牛舎が買えるのが80頭なので、アンガス80頭、リムジン80頭まで増やしたいなと思っております。で、次にですね、こちらのホルスタインと、ブラウンスイスについてなんですが、ですね、これが今一番高値になってますね、ホルスタイン。1500ユーロ。おそらくこれが一番高い、金額じゃないかと思います。で、今見ると、月数が26ヶ月ですね。だから、これぐらいが一番高値になるということなんでしょうね。今26。だから25ぐらいで、マックスなんでしょうかね。で、30ヶ月のやつがいるんで、で、おそらくね、これ30ヶ月過ぎると、値段が下がり出すんじゃないかと思ってます。こっちも同じ状況かな。ブラウンスイスの方もね。30ヶ月が今1500ユーロですね。
で、これが今23ヶ月が1443ユーロなんで、やっぱり25ですかね。25が一番高値になるんですかね。ただ、これ、乳牛はね、ちょっとね、売った方がいいのかどうか、ちょっと微妙なところですよね。うん。まあ、牛乳、要はこれ売るじゃないですか。で、その売った頭数分、牛乳の生産が、なくなりますんで、うん、まあ、その辺はちょっと、もう売らないで牛乳だけをもう生産していくの方がいいのかもしれませんけどね。はい。あ、でね、ちょっとね、羊さんの方もちょっと飼い始めて、また小屋をですね、あれ、ちょっと大きかった。小屋を増やしたんだったかな。あ、違う。もともとあったところに小屋をもう一個作ったんで、そこに、羊さんを飼い始めましたね、また。ね、ここに、まあ、建ててたんですが、こことは別に、まあ、もともとあったところですね、ここの、ちょっとウールを取り出すのが大変だったので、一旦羊さんを全部売却したんですが、ここを見てください。ちゃんとフラットにしましたので、で、また羊さん飼い始めました。はい。ここはちょっと黒いやつですね。これなんて言うんだっけ？ブラックウェルシュマウっていうやつですかね。まあ、それをちょっと新しく飼い始めました。で、羊さんの方はですね、最終、もう一つ羊小屋をですね、こちらに建てて、合計4つで、運営していこうかなと思ってます。で、羊さんの種類もちょうど4種類、いるので、まあ、それもちょうどいいかな、ということで。あ、ウールもだいぶできてきてますね。まあ、羊さんも順調に、いってるんじゃないかと思います。はい。45番の方の畑に戻ってきました。ですね、ひまわりの作付けの方は無事終了しまして、今、ローラー掛けですね、ローラー掛けを行っているのと、その後から、草刈り作業をですね、やってます。ちょっと畑の状況を最後確認しましょうか。これがローラー掛けをした後ですね、収穫量ボーナスが 100%、肥料散布済み 100% と。で、さあ雑草が、成長中というふうになってますね。で、今、後から除草作業をやってもらってるので、こちらの方を見ると、雑草のマークが消えましたね。で、これでひまわりの作付けは終了になります。で、今回は、まあ、うまくいったんじゃないですかね。一年の流れとしてはですね、まあ、もともとここ、ひまわりが、育ってました。で、ひまわりの方を、まあ、収穫しまして、で、その後、シュレッダー掛けですね、シュレッダー掛けをして、で、その後ですね、その後に、こちらの、スラリータンクですね、スラリータンクに、散布機と、その、まあ、散布機と一緒になってる工作機ですね。まあ、こちらのアタッチメントを取り付けまして、まあ、畑に散布しながら、耕しもしたということですね。で、先ほど、ひまわりの作付け作業を行って、そのひまわりの作付けのプランターには、肥料のアタッチメントを1個付けてると。そうすると、前に巻いた、スラリーと、今回巻いた、肥料とで2回分ということですね。で、肥料散布済みが 100% という、まあ、思惑通りの結果になったということですね。で、前回うまくいかなかったのは、おそらくその期間ですね。あれ、スラリータンクを持ってきて、耕して、で、すぐに作付けしたんですよ、前回。だからね、それが多分ダメだったんじゃないかな。思います。
まあ、今回はちょっと期間を空けたので、まあ、うまくいったんじゃないかなということですね。はい、そしたらですね、今日はこの辺りで、お別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。